お帰りなさい。お帰りなさい。やはり一族なんですね、我々は。俺もここに住むわ、リムボー。いい話だったな。こうしてグスタファ神聖帝国、若き皇帝ティム・グスタフが全土を治め、我らのルーナジアは長きにわたり繁栄を享受してきた。はい、あ、これ今の現代ね。だがの、実はこの平和を迎えるまでにはもう一つ避けては通れぬ戦いがあったのじゃ。ですよね。エンドレアンどこに行ったんですか。ティムが大陸を統一した後、それは起こるべくして起こった。はいはいはい、はい、神がルーンの神がこのルーナジアに怒りの雷を放ったのだ。怒りの雷、まあ、別ステージかな。恒例のガガガガですか。よりによってガガ。もう転んでる。おそらく己の化身として何を選んでもよかったのだ。うん、ただルーンの神を否定する者たちに己の絶対的な力を示す必要があった。なるほどね。いや別に否定してるつもりないんですけどね、ルーンの神さん。ガイムール、ああ、ルーン信仰の象徴の一つであるモハナ・キャラダイン像。なるほど。そこに神は全能の力を落とした。ほう、エンドレーンじゃなくて。またなんか出てくるのか。何か出やすいできた。やばすぎるだろう。全然モハナ・キャラダインじゃないじゃん。世界滅んじゃうでしょ。ガガはなくなるだろうな、これな。そこか、デスバレーね。なるほど。エンドレアンだけじゃなくて今の神も相手にしなきゃいけないのか。ルーンの神は我らピムルム一族とエンドレアンの里デスバレーに降り立ち、光の矢を放った。このナレーションの方、ティムルム一族だったんですね。ティムルム一族にこのルーナジア戦記が伝わっていたってわけですか。神はマナの力を否定し、抗う我らについに怒りの拳を振り上げたのじゃ。だからエンドレアンとマナの神が戦ってさ、潰し合ってくれれば我々は別に。当然のことながらティム・グスタフも駆けつけてきた。まあ駆けつけるわな、そりゃ。ゾワルーンの騎士といえどもマナの力を借りて大陸制覇を果たした者がこの神の怒りを放っておけるはずもないわ。なんかちょっと語り部がちょっと感情移入してきたね、だいぶ。だがの、この世界を訪れしそなたよ。はい、そっか、俺に話しかけてくれてたわ、それよ、オープニングで忘れてた。ティムはこの時大陸の運命を決める選択を突きつけられることになったのじゃ。なるほど、これもしかしてそのマナの神に味方するかエンドレアンに味方するか的な。ではマナの神でしょ、そんなの。我々マナを享受させていただいて。どうすんだ。皇帝陛下、ミレルバ諸島連邦が滅亡しました。はい、ザイヤに下った者の中に我が帝国への仕官を希望している者が。本当にこんなタイミングで仕官したいの。誰ですか、そんな奇特な人は。お前かい。俺様ロレンツォだ。もう BGM が物語ってるじゃないかよ、お前のキャラを。学術院の教壇に立つ聡明な神官、ミレルバ諸島育ちの陽気な性格、そしてこのチャーミングなお顔。ちょっ
と海に帰ってもらっていいですか。こんな騎士めったにいるもんじゃねえ。絶対配下にするしかねえ。うん、よかった、世話になるぜ。ねじ込んできやがった。はえ、無理やりグイグイ入ってきたな。さすがに女の子来てほしいわ。よし、お前あなた方の戦術敵ながら見事なものでした。まあ、お前はちょっとグスタフっぽいなって思ってたよ。ネクロマンサーだもんな、完全にな。ただいるのよ、うちにも魔術狂いが。申し遅れました。私、マティアスと申す者。魔法師としての私の力量をお認めいただけるなら、ぜひともあなたにお仕えしたく。まあまあ、ありかな、マティアスは。ありでしょう。してやられたしね、こっちもね。私の研究成果、とくとご覧に入れましょう。見せたくてしょうがねえんだろうな。まあ、声がかっこいいし、いいわ。マティアスは許すわ。ロレンツはちょっといまいちだけど。お、まだ来るか。なんだ、頼むよ。いや、ちょっと困ります。拾われた国がなくなりゃ、俺はそこらのボロクズ同然。価値なんかありゃしねえんだ。泣いてるぞこいつ。いいよ、お前ザイヤで暮らせよ。だがな、このままじゃ終われねえ。どうあっても俺は奪う側に回るんだ。奪う側？お前奪われた側なんですね。なあ、あんたどうしても勝ちてえんだろ。なら俺の力を使ってくれ、頼む。使えるんだろうな、お前。見たことねえぞ、遊具。まあ見てみるか。能力次第だからな、うちは。お、どんどん来るね。バージェラだ。武を持った者を求め旅をしている。バージェラね、一度してやられましたからね。バージェラにも復活というアイテムを使って全てを飲み込む勢いのあるお前の国にはかなりの強者が集まると見た。上からなんだよな、誰かさんと一緒で。我が槍もお前に預けさせてはくれぬだろうか。後悔はさせぬぞ。なぜなら私は強いからな。バージェラ確かにまあまあ強かったのは強かったんだね。まあまあ、ありでしょう。こんなもんかな、こんなもんか。うわ、色が染まってしまったな。ご報告申し上げる。この度戦士たちより鹿を申し出ている者がおります。お前のエコヒーギだろ、息子だろ。こやつは私めの子供にございます。そう、後半勇気全然出てこなかったね。しかしながら親のひいき目などなく、その力量に疑いがないことは我が家名にかけて誓います。どうかお目通り願えませんか。まあいいよ、勇気は嫌いじゃないからな、このイケメンな。はいはいはい、勇気と申します。爽やかだな。クソより受け継がれし我が剣術。ルーナジア随一の騎士をお召し抱えになられている帰国でも後悔はさせないと確信しております。まあ弱くはなかったしな、勇気な。どうかあなたの陣営で活躍の機会を与えてはいただけないでしょうか。なんだこの微笑みは。お前親父より使えるんだろうな。親父より頑張って働いてもらうぞ。なるほど、勇気がいたか。さあクエスト結果、ライトナックル。なんか最近いまいちですね。フェイルド、フェイルド。ガッ、エクセント。銀座の兜。リオジェイド。足使い足。隠れミノ。はぁ。おっ。地域の飛躍。あ、これあれが、飛ば範囲伸びるやつかな。まあそんな、力の薬いいね。おっ。神様が連れてきた。このタイミングでまた、なんか急に後半増えてきたけど、体勢が決まってからな、多分大陸の。新たな騎士が来ましたけど、ザイヤの騎士ちょくちょくいたんだな。どこだ。シンは旅の途中、見たこともない森の奥地に迷い込んでしまった。シングスタフ様ともあろうお方が。襲われてるね。当てどもなく森を歩いていると、そこにモンスターが現れた。見れば様々なモンスターが森をかっ歩している。かわいい。あら、珍しいわね。こんなところに人が来るとは。姉もね、精霊かなんかですか。え、採用です。驚いたかしら。いいえ、あなたは騎士。
モンスターには慣れているわね。これ胸のところどうやってくっついてるんですか。ちょ、一回脱いで見せてもらっていいですか。これどういう服の構造ですか。私はあなたたちのような国が捨て損ねた子たちをかくまっているの。捨て損ねた子、まあ、うちにも余ってるモンスターいますけど、そういう子たちですか。中には単にはぐれてしまった子もいるのかもね。うん。いずれにせよ人里から離れ、私が投馬したあの子たちは生き生きしている。アネモネが引き連れてんだ。投馬力めっちゃ伸びるんじゃないじゃん。アネモネ、あんな見た目の子は味気のない拠点じゃそうそう見かけることはないでしょう。ちょっと面白いモンスター連れてきそうじゃん。この不思議な森には投馬の力を広げ、ほうほうほう、マナを高める力でもあるのかしら。こんなクリア後にそんなの見つけましても。この場所は危険ではないかとシーンは尋ねた。モンスターを引き、そして管理する騎士もおらず、その数は増える一方ではないかと。そうだよね。そう、それよ。このルーナジアが古代より残せし残滓モンスター。こんなザイアの騎士からすげえ重要な設定聞くことになるとは。人間はあの子たちを召喚し、はい、自らの都合で戦わせ、そうですね、そして時には見捨てもする。すいませんでした。もしトーマの力が失われたら、この子たちの命尽きる時、マナの力に帰ることなくこの世にとどまったら、うん、そう考えたことはないのかしら。なるほど、召喚するだけ召喚しといて、トーマする力がなくなったらどうなるんじゃと。どうなるんでしょうね。このルーナジアから何かのしっぺ返しが来るとは。え、ほら、こんな風に。こんな風に。ちょっと危ないんじゃない。おい、何やってくれてんだ。シンは驚いたが引くことはなかった。トーマの力を発揮したことでモンスターはおとなしくなった。さすがはシングフィタフ様。あら、この子を御するなんて。あなたの力見直したわ。何のモンスターけしかけたんだろう。なんてことしてくれんだ。シンはモンスターたちの境遇に理解を示すとともに、モンスターを刺激するその能力を貸してくれないかと尋ねた。人間とモンスター両者が共存できる道を見出すために。いいわ。どうなんだろう、これ真の投馬力がめっちゃ伸びるとかかな。どうあれ、安易な成功より手痛い失敗から多くを学ぶことができるのが人間というもの。うん。あの子を御するあなたの力、共存を説くその目に偽りはない。あなたの心にかけてみましょう。おお、まさか仲間になる。それに久しぶりに人里に降りてみるのも悪くないわ。あ、いいじゃん、仲間になったわ。絶対モンスター連れてきてくれるよね。なんかめちゃめちゃ仲間増えた。あ、最後の戦い。ザガストより北方に現れし地デスバレー、この地へ赴き大陸の運命を選択せよ。これが最後の戦いですか。お、大陸に生じた異変。ルーンの神の降臨により大陸を覆うマナの近くに歪みが生じた。いくつかの拠点に現れた秩序なきマナが下りし、地には幻影の騎士やモンスターが存在するという。この地に平穏を取り戻した時、そなたは貴重な報酬を得るであろう。マングレン・オルソー・セレストリア・バルッツァですか。で、クエストから出発するのね。秩序なきマナが下りし、地へはクエストから進行することができます。マナの異変に包まれた拠点を選び、クエストの中から追加された派遣先を選択してください。拠点メニューより敵騎士情報や戦場の情報を確認することができます。なるほどね、なるほど。こうなるともうあれですね、期限はなくなったというわけですね。まあ無期限にいろいろやっていいですよってことでしょう。そしてここはデスバレー。なるほどな、まあ、ここは何かしらイベントが起きるんでしょうね。そしてこのまがまがしい土地ね、幻影の騎士。うわー、なるほど。あ、強いね。到達者ロンダイン、数機関シプトゥ、聖女セリス、強いな。なるほどなるほど、これを
戦っていけというわけだ。でですね、これなんですけど、ですね、今現状の戦力でですね、我々はデスバレーに挑みたいと思うんです。せっかくなのでこの大陸を制した状況で、マナの歪みに関してはこれ生配信でやります。でセーブデータ分けといて、今のこの現状のセーブデータ残しといて、マナの歪み全部生配信でクリアした後に最後この現状をロードしてデスバレーに挑もうかなと、そう思っております。まあ、いずれにしてもこのブリガンダインというゲームはモンスターだけの移動ができないんですよね。移動するときは騎士が必ず伴って移動しないといけないので、モンスターを入れ替えようと思ったらとりあえず全員集めた方がいいですね。まあ、全拠点の全騎士をもうバルッツァに一度集結させましょう。いや、すごい集結してますね、バルッツァに。これでフェーズ完了。まあ、一旦はね、編成でいただきましょうかね。さすがにちょっと処理が処理が重たいみたいだな。さあ、一堂に返しました。騎士34人、モンスター76体、一堂に返しましたね。これはどう組み替えていくかなんですけど、考えますか。その前にチェックしとこうかね。姉もね、可愛いな。寝れ果てなさい。性別不明、あれ不明なんですか。いや、明らかに胸はありますけど、まあ、下がどうなってるかわからないもんな。森の奥深くで暮らしていた謎に包まれた存在。生まれつきマナの力を備えており、モンスターと会話ができるらしい。人間や大陸の情勢に関心を持っていなかったが、モンスターと人間の共存を説いた騎士の言葉により協力の道を選んだ。遠回り力が高く、モンスターを傷つける者たちへ容赦はしない。正体は温泉好きのモンスターではないかという噂だ。あー、なるほど、モンスターの可能性もあると。でもなんかね、マナの透魔力があるってことはやっぱルーンの騎士なんじゃないかっていう感じはしますけどね。確かに透魔力246もある、レベル11で。バールなんかもね、結構高い方なんですよ、210。それよりさらに高い。マーティアスは変わってないかな。ロレンツも変わってないか。バージェラも特に変わってなしと。で、遊具ね、遊具25歳、レンジャー。ローザリオ王国辺境の薄汚れた貧民街で生きるならず者。過酷な暮らしの中で人の優しさに触れることなく、他者を思いやれない非道な性格となってしまった。ルーンの騎士の力に目覚めたにもかかわらず略奪行為を繰り返していたが、あるべき騎士道を悟され、戸惑いながらも士官を決めた。奪うことこそが全てという心情を彼は捨てることができるだろうか。まあ、こいつの成長物語も面白そうではありますね。元ノーザリオなんだな。ノーザリオっぽくはない感じですよね。まあ、今回は活躍の機会なさそうかな。こんなところですか。そんなわけで生配信にやっていくんですけど、一通書状が届いておりますんで、こちらをちょっと読み上げていこうかなと思います。怪しげな書状が届いております。果たし状。足摺殿、君主として大陸を手中に収めたとのこと、誠に喜ばしく存じ奉り候、ありがとうございます。されどノーザリオのローエングリンなど敵国の主力モンスターを次々とラッキー捕獲し、まあラッキーですよね。それはまあそうですよね。捕獲は運ですから。次々とラッキー捕獲し、さらには視聴者様の的確な検索コメントを恥ずかしげもなく拝借するなどの振る舞いの末、ルドに2連敗したことを肩腹いたし、まあ負けちゃいましたね、2回もね。確かに皆さんがいろんなアドバイスを受けたにもかかわらず負けましたよね。さらにはその敗戦時、怒りのあまり公認配信者であることを忘れ、ルドの勝利セリフをスキップした様もまた肩腹いたし、誰も世に勝つことはできん。ちょっと待ってくれや。呆然自失としていましたね。まさか負けると思ってなかったんで、思わずセリフをスキップしてしまいましたけども、実況者として確かにあるまじき行為でしたね。あれは何も喋ってなかったしね、そもそもね。しからば高難易度クエスト、マナの歪みに挑戦し、銃の戦場で完全勝利することで、公認実況者であるその武勇に偽りなきことを証明されたし、
令和2年9月吉日ブリガンダインルーナジア戦記というまさかの果たし状をいただきました。なるほど、完全勝利を目指しなさいと、そういうわけですね。さらにルールが設定していただいております。1つ、大陸に出現する4つのマナの歪みに異なる4部隊を派遣し勝利せよ。この4箇所今出ております。ワルッツァ・セレストリア、そしてオルソー・アングレント、この4箇所に同じ部隊を使ってはいけないということですね。それぞれ違う部隊、違う騎士モンスターを使って全て攻略しなさいと。さらに次に出現する5つのマナの歪みに異なる5部隊を派遣し勝利せよと。また新たな5部隊を編成して、それを攻略しなさいと。そして最後に現れる最も悪しきマナの歪みに挑み勝利せよと。まあ、これが隠し裏ボス的なステージになるんでしょうかね。まあ、おそらくめちゃくちゃ強いと思われますけども、ここまでね全て負けずに勝つことができるんでしょうか。そして10戦無敗の完全勝利で賞品を贈呈。もし敗戦しても私が罰ゲームを執行することで敗戦を帳消しとし賞品贈呈。まあ、もちろんこの商品はね視聴者プレゼントになるわけですが、私が無事10戦無敗でねこのクリアをすることによって皆さんに、視聴者の方にプレゼントします。万が一負けた場合でも私が罰ゲームを実行さえすれば皆さんにプレゼントは無事お届けいたしますということですね。そしてその罰ゲームなんですけども、アイコンの変更ということでまあ私のツイッターのアイコンがありますけれども、まあ、ちょっとねあえてなんですけど、ちょっとブサイクな顔にしてるブサイクなっていうとちょっと語弊がありますね。リアリティのある顔にしてるんですよリアリティのある、みんなの夢を崩したくないから、俺は実際に会った時になんじゃこれと言われたくないんでね、リアリティのある顔にしてるんですけども、そのアイコンをメガネ美男子ヤスリですとあたかも新規女性フォロワーにアピールするかのごとく描かれた男前アスリ顔イラストにアイコン画像を強制変更されたし、新ツアールなるほどね、ちょっとそのアイドル的な感じのね、なんかよくあるじゃないですか、よくね実況士さんがこうすべて美化したアイコン使ってらっしゃる方いらっしゃいますけど、ああいう顔に変更するという罰ゲームをね執行されたしということで、まあでも全部勝てばいい話ですからね。アイコンはあれ変えたくないんで私は頑張りますよ。10戦無敗を目指して完全勝利を収めてプレゼントをゲットしてやろうと思います。私の応援にね駆けつけていただければ幸いです。もうちょっと10ステージあるんで、ブリガンダインね動画では結構カットしてますけども、1ステージは結構長いんですよ。なので10ステージありますし、まあ難易度も高いということで、ちょっとお時間はいただくと思います。数日にわたってね生配信やっていこうと思います。なんでまあ長期戦にはなりますが、まあ見れるところを見に来ていただければっていう感じですね。ぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。でこのモンスター騎士の、編成だけね時間がかかるんで事前にやっておこうと思います。ちょっと待って、今攻撃フェーズだから、ちょっと待って、次の編成フェーズまで行かせてください。攻撃フェーズ終わって編成フェーズ、この782年13節ですね、ここで止めておきます。でこのマナの歪みに関してはこう見れるわけなんですね。戦場がこんな感じであると、でバルッツァで、さらにこう敵を見れるわけですよ。あ、ここはチャンピオンがいてみたいな。で他のところは割とこうバルッツァは割と普通なんですが、例えばセデストリアなんかはですね、この戦場が完全に森の中ですね。そして幻影の騎士は、まあ、当然のように森が得意なスナイパーと森が得意なマンイーターマンドレイクケンタウルスっていう風になってるわけですね。スナイパー、トルバドルと、まあ、全員森が得意地形ですよ。でこの辺はちょっとこの森が得意な、まあ、この緑属性に強い、まあ、炎系のやつを送り込んだらいいんじゃないかとか、逆にこっちもね森系のやつで行った方がいいんじゃないかとか、それを考慮してちょっと色々編成部隊を生配信までに組んでおこうと思いますんで、まあ何はともあれちょっとクラスチェンジできる人いるんで、チェンジだけしちゃいましょうか。並べ方が裏でやるとですね、まずは初セラフ、これは美しい、今だい、おっ金ピカになった。通常攻撃がなんと3マス、
中ダメージ、ホーリーインパルスね。でさらにエリアヒール、ディバインレイホーリーワードと、これは強いわ。いや、いいね、美しい芋焼酎が美しすぎる。で、イムデン、こいつちょっと半兵衛のね穴を埋めてもらう感じになるのかな。半兵衛いなくなっちゃったからな、お前かかってるぞ。で、ここおばさん無事レベル20になりましたんでね、まあ、セインとなってもらいましょうか。まあ、エリアメディカとベールが増えるといった感じですかね。黄色くなるね。まとうものが変わると女の魅力も増すわ。あほ、初めて聞いたこのセリフ。まとうものが変わったね。より胸を強調した服になったのかな。まあクラスチェンジはこんなもんすか。じゃあ並べ替えちゃいましょう。続きは生配信でぜひともご覧ください。一応もし見逃したという方、あの生配信のアーカイブはね YouTube の方にアップされておりますので、そちらまた追っかけて見ていただければ幸いです。というわけで一旦止まります。そしてこのマナの歪み全て制覇した後に、またこの状態のセーブデータをロードして、今のこの全大陸統一を成し遂げた我々の舞台、この実力で最後の戦いデスバレーに挑んでエンディングを迎えようじゃないかと、そのように考えておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。それでは